皆さんこんにちは、ケンジです。ハッツアップ。ついにウィムから秋冬の新作としてフォードダウンのブルドのセットアップとさらには白のボトムがついに10月9日にリリースが決定したので、こちらのアイテムがいかにしてヤバいのか、そしていくらなのか、そして5つのヤバいポイントについても皆さんにご紹介したいと思います。では早速行ってみよう。はい、ということで本日は発売前からかなりですねお問い合わせが多くありましたVIMのコードのブルゾンのセットアップと、さらには今季間違いない白のボトムと、さらにはブラウンのパンツ、そちらをですね皆さんにご紹介したいと思います。VIMをですね知らない方に簡単にご紹介すると、VIMはですねゾゾタウンで買えるベーシックでありながらトレンドが非常にうまく落とし込まれた非常に好評いただいているブランドなんですね。で、そうした中で今回ものすごいアイテムがリリースされてしまったので、そちらをご紹介したいと思います。で、今回2つのアイテムをですね同時にご紹介していきたいのは山々なんですが、コーデュロイのブルゾンのセットアップを中心的にご紹介します。で、その後に白のボトムに関しては6日火曜日の夜の8時にですね、いかにしてこの白のボトムがヤバいのかっていうところ皆さんにご紹介しますので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧いただければなというふうに思います。で、もう言わずもがなんですよ、今年のトレンドはですねセットアップなんですね。で、さらにですね素材のキーワードとなるのがそうコーデュロイなんですね。で、その2つを掛け合わせたヤバいアイテムを今回ですね作っちゃったんですね。それがこちらの04-11WL コーデュロイジップアウターセットアップでございます。こちらをようやくご紹介できる機会がやってまいりました。もう早速ですね着ながらご紹介しちゃっていいですか。では早速いきたいと思います。3、2、1。ということで、いかがでしょうか。めちゃくちゃかっこいいんですよ。今からですねアイテムの特徴などをお話していくんですが、そんなことを抜きにしても一発で良さが伝わるこのデザインっていうところが、まあ、非常にですねリリース前にもかかわらず、僕よくこのアイテム好きなので YouTube で着用するたびに DM や問い合わせやコメントで、このアウターはどこのですかと、いつ発表されるんですかというですねありがたいお声非常に多くいただきました。ありがとうございます。というわけで早速ですね解説をしていきたいんですが、こちらのブルゾンに関してはですねベップというですねフライトジャケットをですねベースにしながら作成しました。で、そのウェップをですねベースにしながらも今っぽさっていうのを全開にしながら無駄を極限まで削ぎ落としたミニマルなデザインと、このオーバーサイズのシルエットが一番の特徴なんですね。なので、まあ、今ご覧いただいているようにですね、僕らがこのアイテムなぜいいと思うのかというと、身幅は広いことはもちろんのこと、肩の落ち感だったりとかアームの太さ、さらには僕これ非常に気に入ってるんですけども、袖の長さなんですね。というのも袖を短くする分には、まあ、どんなアウターでも折れば解決するんですけども、長くするのは実質無理なんですね。で、そうした中で今ゾゾタウンとかユニクロで売られているアウターっていうのは袖がある程度長いんですけども、それ以上に長いアウターっていうのは割とこうドメスティックのデザインを買い漁らないと割とこう巡り合えないデザインなんですね。なので僕らが今求めてるものって、袖がなんならちょっとワンチャン隠れるぐらいの袖の長さを求めているのにもかかわらず、なかなかそういったブルゾンに巡り合えないって中で、このブルゾンは気持ちちょっと袖が長いことによって、このブルゾンにしかないですね非常にかっこいい雰囲気っていうのが満載なんですね。で、さらに今ご覧いただいている映像のようにですね、少し気持ち袖が長いなと思っていただけたら、なんと折り返した後もコードライン のうねの素材が続きますので、袖口をまくってもまだまだ全然切れちゃうのもこのチアのアウターの魅力なんですね。なんで僕シュタイナーアウターって特にこう袖口が長かったりとかするんですけど、あとヨークのねアウターとかも長いんですけども、割と基本的には折ってきてるんですよ。で、そこで微調整を重ねて自分の最適な好きな長さに合わせているんですね。で、そうした楽しみ方がなんとこのブルゾンではできちゃうんですね。全然こちらのようにですね、折ってきていただいてもたまになっちゃうのがこちらのアウターでございます。で、何よりこのシルエットやばいよね、すごい好き。素材に関してはですね以前の動画でも話したんですが、普通コーデュロイといったらコットン 100% で作られているところが多いんですね。ただそれだとどうしてもカジュアル感が強くなってしまうので、普通だったらやらないんですけども、あえてゲーム要素をプラスしたのでコーデュロイにですね04素材を混合してオリジナルの素材をですね作っちゃったんですね。なのでコットンにはない光沢感がこのブルゾンには存在するんですね。で、さらにこだわっているのが胸の太さですね。こちらの胸の太さが太かったらカジュアルに見えすぎてしまうし、逆に細いと非常に綺麗めに見えすぎてしまうので、太すぎず細すぎないけどちょっと細めな 11WL を採用することによって、数多くの方にご満足いただける胸の太さを実現しました。そしてなんといってもVIMの特徴はカラーリングでございます。今回リリースされるカラーがですね4色ございます。僕も一番気に入っている、そして間違いないベージュ、そして大人っぽさと落ち
るチャコール、さらにはトレンドのくすみカラーでありながらどこか大人っぽさを感じられるめちゃくちゃいい色味のブルーグレー、そしてトレンド色満載の様々なシーンで役立っちゃうライトベージュ、この4色がこの度リリースされます。ありがとうございます。こちらの4色どれもですね、トレンドを抑えながらも上品さが感じられるカラーリングだと思います。はい。でさらにですね、こちらのコーデュロイのブルゾン、合わないパンツ探すのが難しいぐらいに色の着回しが効くんですよ。で、まあ比べることではないと思うんですが、実はテイラードのセットアップよりもコーディネートのバリエーションっていうのはこちらのブルゾンのセットアップの方がコーディネートの幅っていうのは非常に広いんですね。というのも今日この撮影を臨むまでですね、様々なスタイリング組んできました。そしてなんかね、ブルゾン単体でもですね、スキニーパンツとも相性がいいし、テーパードパンツとも相性がいいし、ワイドパンツとも相性がいいんですね。でさらにボトムに関しても非常にリラックス感のある綺麗なシルエットなので、どのアウターにも、それでどんなトップスにも非常にこう相性がよく着回せちゃうので、そういった面でこう相手を別々に見ても最強なんですね。でそれらを組み合わせて半端じゃない価格で展開しちゃうというのが今回のブルゾンのセットアップなんですね。というのと、その価格ですよ。これだけ魅力が詰まったアイテムで、こちらですね、コーデュロイのテイラードのジャケットよりもオーバーサイズな分、生地の量もより広いんですね。なのでその分ですね、こちらね、アイテムの価格に関しては1万円以上にしようかなって考えてた時期はあったんですね。非常に限界まで考えたんですが、で皆さん覚悟はいいですか？ミムが始まって初めての秋冬っていうこともありますし、大変ありがたいことに春夏にスタートしたブランドがここまでたくさんの方に見ていただいているというミムからの感謝、そしてさらにはこのアイテムをきっかけにさらにより多くの人にミムのアイテムを知っていただきたいという気持ちからですね、なんと上下で9000円でございます。やばくないですか？このブルゾンが単体が9000円なのではなく、上下ブルゾンとパンツを掛け合わせて9000円です。やばくない？ちょっともう破格です。ぶっちゃけ当初は1万円以上を考えていたんです。ただ皆さんに感謝を伝えたい、そしてより多くの方に届けたい初めての秋冬だってことで、今回抽選ですね、お届けできることがこの度決定しましたので、ぜひですね、こちらのアイテム10月の9日金曜日にですねリリースされますので、ぜひ狙っている方はお見逃しないようよろしくお願いいたします。で今回ですね、一番初めの方に5つのヤバいポイントってことをお話ししました。でその1つ目のヤバいポイントっていうのがこのアイテムなんと9000円っていうところでございました。で2つ目のヤバいポイント、まあいわば2つ目のご報告に関してなんですが、なんとこのブルゾンセットアップ瞬時発送でございます。買ったらすぐに届いちゃいます。ちょっと肌寒い時にすぐに楽しめるようになっています。でさらにヤバいポイント3つ目が3サイズ展開でございます。数多くの S サイズのご要望をいただきました。僕が着用しているのは 175cm で M サイズ着用しているんですが、推奨サイズとしましてはあくまでも目安として聞いていただきたいんですが、身長がですね 170cm までの方はですね S サイズがおすすめで、171からだいたい175くらいまではですね M サイズがおすすめでございます。で 176cm 以上の方はですね L サイズがおすすめですので、ぜひそちらを参考に選んでみてください。でサイズを上に上げた時にこの袖の長さが心配になる方もいると思うんですが、今僕のこちら右腕が最大まで袖をですねまくりました。で左は伸ばしっぱなしなんですけども、もうなんならしっかりですね袖をまくったら手がですね完全に出るぐらいのサイズ感になります。で大体ですね 5cm ぐらい胸の幅がありますので、大きく選ぶ分には袖口に関しては特段で困らないかなと思います。さらに4つ目のヤバいポイントが返品交換対応可能でございます。まあ、注意事項はいろいろあるんですが、基本的にはサイズに不安があったとしても試着感覚でもこちらのサービスをですねご利用していただいて、もしサイズに不安があったりとか何か皆さんの中でご満足していただけない部分がありましたら、ぜひですねこちらのサービスをご利用していただければなというふうに思います。それぐらい自信がめちゃくちゃあります。そして5つ目のご報告が、なんとこちらのアイテム再販を予定しております。かなり人気だったアイテムに関しては再販ができたケースも中にはあるんですが、こちらのブルゾンに関してはもう価格の値段っていうこともありますし、非常にこだわり尽くしたアイテムですので、大変申し訳ないんですが再販をこちらできないアイテムですので、ぜひですね10月9日のタイミングで間違いなくゲットすることをですね強くお勧めいたします。5つ目に関しては、まあ、非常にこれちょっと申し訳ないご報告にはなってしまったんですが、以上の5つがですねこのアイテムにおけるヤバいご報告でございました。ぜひですね10月9日のリリース楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。でここからはですねロボットの着こなしの解説をしていきたいと思います。実際に買った後どのような組み合わせができるのかってところを、もうすでにいろいろな映像だったりとかコーディネート撮っておりますので、こちらはですねご説明した上でこの動画を終えたいかなというふうに思います。ということでまずはじめにですね、僕が一番好きなベージュの色味、もう暖色のトレンドをしっかりつかみながら着
が半端じゃない。皆さんこちらのコーディネートのようにベージュのインナー買ったよって方いると思うんですね。でそこと掛け合わせたら全身ワントーンのコーディネートまで組めちゃうんですよ。なのでこちらめちゃくちゃかっこよくないですかっていうように、まあ、非常にですね大好きなコーディネートでございます。よかったら参考にしていただきたいのと、中がですねカットソーでもいいですし、このオレンジのパーカーと合わせたのやばくない？めちゃくちゃ好きなんだけど、このオレンジのパーカーと合わせてもいいですし、ぜひですね心がお見逃しないようよろしくお願いします。次にチャコールでございます。非常に色に落ち着きがあるので、こういうチェックショップとかにも非常に相性がいいですよね。でさらにチャコール結構渋みのあるカラーなので、こういった白のニットとかと掛け合わせても非常にクリーンさと渋みが、非常に清潔感のあるクリーンな白ニットとの相性抜群でございますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。そして次にですねブルーグレーですね。これもまたベージュのパーカーとの相性がめちゃくちゃいいこといいことで、さらに白ニットと黒スキニーと合わせてみました。これは半端じゃなく好き。黒白青という、まあ、定番の合わせ方ではありながら、色味、素材、そしてシルエットがトレンドが非常に詰め込まれたアイテムだからこそ、非常にですね超王道をいくコーディネートになるんじゃないかなと思います。こちらのブルーグレーのね色味も最高ですよね。でライトベージュなんですが、こちらライトベージュでありながらも非常にこう白に近い色味なので、一番最初のビブのラインナップの時から着用しているのが、そうこちらの今回リリースされるライトベージュのパンツなんですね。なのでボトム単品でも買う価値が全然あるこちらのライトベージュのコーディネートでございます。ぜひですねこちらのライトベージュに関しては、こういったタートルネックのベージュのニットなんかとも掛け合わせがめちゃくちゃいいのかなと思います。ぜひそちらも参考に選んでみてください。どの色も、まあ、半端じゃなくおすすめでございます。で色迷っちゃうって方はこちらのベージュが一番おすすめでございますので、ベージュを中心に、まあ、チャコール、それその次に、まあ、この2色から選んでみるのがおすすめかなと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで今回ですね、発売前からかなり注目を浴びていたコーデュロイのブルゾンセットアップを皆さんにご紹介しました。少しでも参考になったら幸いでございます。では今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録